今回紹介するのは、メルカリに出品されたヤバすぎる一品についてです。2022年11月、閲覧注意、メルカリで呪いの人形が出品されてしまう。イッチが紹介するのは、とあるメルカリの出品された人形です。その内容にスレミンたちは驚愕します。曰く付きフランス人形、48万円。メルカリ2回目の出品です。下記の理由のため引き取り手がおらず、出品します。即購入 OK ある程度なら値下げ応じます。ただ早く引き取ってください。20年ほど前に全焼した一家の跡地にて、毛布にくるまり拾ったものだそうです。前の所有者から70万ほどで引き受け、その後、1週間ほどで全所有者が死亡しています。引き受けてからすぐは、私自身の親戚が立て続けに亡くなったり、いとこ夫婦が夢でこの人形を見たと言い志願したり、この人形がある部屋でぼや騒ぎがあったりと不運なことが起こりました。5年ほど前に聖水を振りかけ、ロザリオを2つ首から通したところ、特に不運はなくなり、人形のことは忘れていました。先日、神聖が亡くなったことでこの人形を思い出し、確認したところロザリオの一つが弾けるように外れて置かれているのを見て、手放そうと思った次第です。一刻も早く手放したいですが、私も曰く付き呪物マニアのため、ある程度の値段設定にて出品したいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。衝撃的な内容に早速スレミンたちが食いつきます。証明書あるん？高すぎて草。戻ってきてまた売れるな。これ48万って曰く付き商法とかあんの？呪物マニアが怖がってどうすんねん。そんなもん値下げに応じたら呪われるんやないか。このコメント書いてる奴ら全員アウトちゃうんか。売るより払いに行けていき。この手のはマニアに高く買ってもらうために話をでっち上げてる可能性あるからな。証拠を出してくれるなら信じるけど。まあそそられる文章書いたもん勝ちよ。後ろの鍵盤も呪物に見えてくるな。これ霊感商法とかには引っかからんのかな。うわめっちゃ欲しいわ。うちにおる幽霊と呪いの人形でバトルさせたい。タッグ組んで殺しに来るやろ。バケモンにはバケモンをぶつけるんか。早く引き取ってください48万円。今もんそんな値段で売るな。聖水ってなんだよ。お嬢様か。ロサリオテーマ、首にかけてあるやつか。効果あんのかよ。親戚とかいとことかも反的嘘松ワードやん。急にクリスチャンになんなよ。ページ見ちゃった。キャッシュ消去して浄化だ。クワバラクワバラ。メルカリ見に行ってしばらく情報読んでたらワイの隣にこの人形来てたわ。それも高く売ればええやんけ。不幸が起こらんかったら返品するで。その場合は期待してた不幸が起こらないゴミを48万で買ってしまったお前の不幸がチャージされて完成やから。いずれにせよ期待の商品は届くで。マニアならご賞大事にしたれよ。引き取ってください48万。強気の値段で草。最近のオカルト界って呪術マニアよくおるけど存在自体が矛盾してるやん。清純派 AV 女優みたい。値段設定と人形の設定が噛み合ってなさすぎやろ。一見ホラー的雰囲気が強いように見えるがよく考えたら突っ込みどころ多すぎる。スミソニアン博物館のホープダイヤモンドとかロマンあるよな。分割は草。アメリカの曰く付きばっかり集めて絵作ってコレクション博物館作ってる。ゴーストアドベンチャーズの人にあげようよ。例えばこれが1万とかで冗談で買ったら真面目に呪われてたらシャレにならんくない？次1円で売るの？ガチすぎてすぐ売れんやろ。災い話だったら普通の人形でもこういうエピソードを付加することによって本当に呪いの人形になってしまうパターンやな。人形というかお前と関わった人が不幸になっとるだけやんけ。前の持ち主、人形手放して1週間で死んだなら持ってる間幸せ効果の方があったいうことやん。クソポジティブ精神かよ。怖すぎてくさ。ちなみに画像見たやつもやばい。おい嘘だろ。嘘です。本当です。こいつは人形本人の遠隔書き込みです。気をつけてください。手放すと死ぬならむしろ守ってくれてるやん。なんで手放したいのに高値つけるんや。自分は70万もらって引き受けたんやろ。なんでも鑑定団に出したら製造元まで特定されそう。立て続けに不幸が起こったとして、あの時の人形のせいだとはならんやろ。値段的に完全に心霊商法の金儲けやん。捨てるんじゃあかんのか？夢を売る仕事と言える。その画像見てから視線めっちゃ感じるわなんやこれ。引き渡したら1週間で元の持ち主死ぬんやろええんか？昔古物商のアルバイトしてたけど曰く付き人形特有の特徴は髪の毛に出るって教えてもらったな。人形の魂は毛に宿るから昔は本物の髪の毛使ったりしてたらしい。だから髪の毛の手入れがされてない人形は危ない。こいつ自分の命を48万で売ってるやん。YouTuber がネタで買うのを待ってるだけだろ。ほんまもんの呪物なら怖すぎて高い金かけて売ろうとはならんやろ。ただでも手放したくなる。夜中枕元にあったら悲鳴あげる自信ある。幸せの人形と一緒に並べたい。これ写真越しでも呪われるらしいな。おいやめろよ、夜トイレ行けなくなるだろ。曰く付きの人形いるやな。到着しても発送者の自宅に戻っていくやろ。心霊写真や呪いの人形でキャッキャッてきた時代は幸せだったと思う。アナベル人形なんかも逸話あるからな。あんまバカにせん方がええで。胸が苦しい、画像見たせいか。
わぁ。こんなん買うやつおらんやろ。お寺に預けろよ。こちらのスレは以上です。やばい出品といえば、もう一本面白いスレがありましたので、ご紹介します。こちらは少し違ったヤバさです。2021年12月。秘宝、メルカリにヤバい物が出品される。塩10万フリマアプリメルカリで販売中。塩化ナトリウム、高純度、約 1g、食用ではありません。これはアウト。わろた、たっか。なんだこれ、これは塩やな。塩化ナトリウムヤバいって、嘘はついてないな。にちゃにちゃしながら出品してそう。ベロッコでは。塩おとり捜査定期。塩は専売局以外が売ったらあかんはずやが。1997年に廃止されとるんやな、専売制。こいつの他の出品物。さすがに売れてないか。画像使い回しじゃなくて偉い。化けまくっててわろた。乾燥させて砕いた野草も高値で売れそう。食用じゃない塩って何用なんや？相撲で巻くやつだろ。相場わかってない。出品者の評価見たらコメントに本当に塩を送ってきやがったとクレーム書かれてた。問題なくて草。草、この評価したやつのとこにダサ入れするべきやろ。仮にこんなんをふざけで出しても仮に売れたら10万そのまま入るんやからええよな。緊急脱出用ハンマー過労死パワハラ経済危機。売れてて草。テスラ缶100万円。草、どっちがヤバいかね。魚のオブジェ5万9000円。高級魚のオブジェとなります。こちらも引き継いできます。何が目的なんや？本当に魚の形にしてるから面白いってプラス9000円してるんか？クレカの現金か。すぐに現金が欲しい多重債務者が買う。メルカリ利用した闇金みたいなもん。匠だな。これ当時に広げてみたら全く1万円札関係ない紙とかで作って売ってるやつとかおらんかったんかね。生き残るにはこうするしかなかった。999万9999円。草、砕いたカルキ抜きを袋分けして3万円程度で売ったら買うやつ出てきそう。何話の週末かやん。テスラ缶13万4000円ソールド。安眠や体質改善などの効果が得られると噂のテスラ缶です。現物を見させてもらい、同じような効果が得られるものを自作しました。相乗効果期待のため、缶にコイルを巻いています。開けると効果がなくなるとのことですので、未開封のままご使用ください。メディアリテラシーを身につけること。メディアリテラシーを身につけてからネットを触ること。認知バイアスに陥っていないか自分の検索履歴や閲覧履歴を確認すること。大切な人を悲しませたなら、しっかりと謝罪すること。これらを購入前にお願いします。この販売済みのテスラ缶は、実は出品者にとっても誤算だったようです。テスラ缶、メルカリを見ない間にテスラ缶が売れてしまった件について、333円。絶対に売れない価格であろうと、高をくくっていたら売れてしまいました。せめて買われた相手にデマについての説明をして、できれば洗脳を解いていただいてから取引のキャンセルをしたく思っております。どなたかアイデアをください。期限は1週間です。ワイならそのまま売る。優しい。中古のジーコサッカーを高額で売って、本当にジーコサッカーじゃねえかってのも昔あったな。ブレイキングバット見てるわいにはタイムリー。当選巻いて水晶入れるだけで売れるんやな。テスラ缶ヤマト缶リラックス安眠ヒマラヤ水晶。4900円。良心が痛まない人しか稼げないなこれは。赤字やろ。こんなんでも売れるとかあかんやろ。南京錠ネックレス4万9800円ソールド。かなり気に入っているのでこちらの値段です。テスラ缶の効果もあるらしいです。電波による頭痛がかなり改善しました。値下げは考えていません。カラー、シルバー。これ風呂の線についてるチェーンだろ。しかもテスラ缶の効果があるらしいで。恐ろしいやつだな。レジェンドが意地張るぞ。こちらのスレミンが紹介するのは、とある取引のコメントです。その内容に、スレミンたちに戦慄が走ります。iPhone 6S、128GB、ホワイト&ゴールド、6万円。お母さんにプレゼントしようって思って、でも今は買えない状態で。大切にしますので無料でもらうことってできますか？真面目にお返事ありがとうございます。話を進める前に、言いにくいことからお話しさせていただきたいと思います。保証書説明書箱、ございますか？またつけていただけますか？つけることダメですか？あと一番大事なそちら様にお支払い金額は、マックスの金額を教えていただけますか？私も正直、大晦日に子供たちにお年玉や今日もそちら様の文面を見る前に使いすぎて、あまりお金なくて、そちら様の、マックス値引きの、金額教えていただけますか？それから考えます。53,500円がマックスです。箱などはありません。本体のみです。なのでこの価格まで下げてあります。本当にご連絡遅くなりすいません。実はそちら様の時計の件神さんに見つかり、今まで頼んでいましたが、神さんに正月から何やってんの？頭おかしいじゃないの言われ喧嘩しました。結果を言うと今月は、ダメで来月の2月5日の自分の小遣い日に買えと言われました。本当またしてすいませんでした。
欲しいですけど来月までそちら様に待ってもらうのが悪いので今回は諦めます。本当にすいませんでした。失礼します。まんまる熊本市在住。この度は熊本地震で余震と断水が続く中、娘が甘いものを食べたいとのことでこちらを購入させていただきました。発送も迅速にしていただき、とてもありがたかったのですが、震災のことを何も触れてもらえなかったことが残念でした。たまたま震災中に取引中だった皆さんは、励ましのメッセージなどとても優しいお言葉をかけてくださった中で、風様にだけ何も言っていただけなかったので心の冷たい方なのかな、と少し残念に思ってしまいました。チーズドッグ自体は、とても喜んで娘が食べているので、すごく助かりました。ありがとうございました。出品者もですが購入する側にもいろいろな人がいるものですね。メルカリスレかこれどう思う？ボールペンに送料1300円っておかしくね？全部7500円やな。何が届くんやろ。クレカの現金か。どうしてもお金が必要な時はお前らも真似するんやで。現代の錬金術や。近くの山で黒曜石取れるから削ってめちゃくちゃ高く売ろうかな。高く設定したらなんか効果ある感出るし。こちらのスレは以上です。フリマサイトもなかなか闇が深いようですね。気に入っていただけたらもう一本どうぞ。